果となりました。いや、両者よく頑張りましたよね、皆さんね。よく頑張りましたよね。クマも遊んでなかったよ。大丈夫だった？よく頑張りました。ありがとうございます。じゃあ、今からカゴの数、皆さんで一緒に数えていきましょう。カゴの中には、普通の玉、それからゴールドの玉、2種類の玉がそれぞれ入っています。はい、松丸ちゃん、ちょっと一回後ろ下がるかね。はい、じゃあこれみんなで一緒に数えていきますよ。こっから見る限りではかなりいい試合だったんじゃないかと思うぐらい両者同じぐらいの数が入っております。まずはスペシャルな玉ではなく普通の玉から数えていきます。みんな一緒に数えていきますよ。まずは、あ、そうです、回収用のカゴが来るのでそれを待ちましょうか。ぜひ一緒に数えてくださいね。まずは1回戦最初の戦いでございました。両者ともいい試合を見せてくれました。楽しみです。さあ、それでは参ります。会場の皆さん、まず1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つ、と、11、12、13、あ、12でご当地キャラ終了しましたね。これまだ普通の玉の方です。で、じゃあ子供たち、13、14、14で子供たち終了です。今度はスペシャルな玉いきます。これ得点の多い方が勝ちですからね。スペシャル玉、1つ、2つ、おキャラたちのスペシャルな玉は1個しかなかった。お友達2つ、クマモンちょっとお待ち、2つ、クマモンが果たしてきた、なんだわ。はい、3つ、4つということで、子供たちのスペシャルは3つでございました。ただいま計算中でございます。もう一度、なんと15対30、子供たち